国鉄式850経過車は115トン積分割落とし込み式用物車である。1976年9月28日に日本車両製造で1両が製造された。1977年4月15日に同じく日本車両製造で分割提唱式の両が追加製造され、二受け針を交換することで85トン積分割提唱式用物車としても、 使用できるようになった。分割落とし込み式の量が式 850C、分割低照式の量が式 850D である。日本通運所有の私有貨車で、日本国有鉄道、後に、日本貨物鉄道に車席を編入している。直径8 0 0、mm、トルの車輪を用いた NC-7 型のイコライザー式三軸ボギー台車を4台、装備し、 合計12軸の車両である。2台の台車の間に枕針を渡し、枕両同士の間に入受け針を渡す構造となっている。ブレーキは手動席空切り替え式の KSD 方式のものを装備している。最高運転速度は、どちらの形式の針を装備している時でも、赤車時時速6 5トル空車時時速7 5トルである。 式線型と並び、従来形式の大物車が、脱線対策などで、積車時の運行速度が低く制限されていたことを改善した、高性能大物車となっている。分割落とし込み式の CE 量を装備した状態では、車体全長 22,650mm で、落とし込み部の搭載寸法は、長さ 6,800mm、幅 2,700mm である。 圧延鋼を溶接で組み立てたガーダー構造の荷受け、量となっている。分割落とし込み式で、横量の部分を両端の構造から分離することができるが、取り付けるヒンジは内外に2箇所あり、どちらに横張りを取り付けても115トンの荷重である。分割低照式の D 量を装備した状態では、荷重85トン。 車体全長 25,550mm で、低勝負の有効長さは 6,500mm、低勝負のレール面上高さは 630mm である。C 量と D 量の交換に際しては、枕枠より下部を共通利用し、入形量より上はすべて取り替える。低勝負を支える両側の構造は、吊り掛け、式大物車のシュナーベルに類似したものとなっており、 溶接で組み立てたガーダー構造となっている。低勝負は取り外した時に貨物を搭載して、コロで移動できるように、仮面も平坦となるように設計されている。また左右に2分割されており、それぞれをボルトで固定する構造になっている。取り付けた時、中央部に6 4 0ト、mm、ルの隙間が生じる構造である。また、ジャッキアップする受け座が用意されている。 日本通運所有の私有貨車で常備駅は末広町駅である。2009年4月の時点で一両が在籍している。交通新聞社 JR 起動車客車編成表 2009P99。ありがとうございます。